じゃあ何をやるんでしょうか。次はですね、はい、今ミニハドリルが終わったんで、はい、次はちょっと走る系で、はい、のドリル動きの感じです。なるほど。そのチューブを使って、あ、そうですね、これはまあ今から3種類かな、はい、3種類やるんですけど、そのうちの1本にこれ使って。なるほど、はい、学ばせてください。お願いします急に真面目なののは一歩目を大きく、このボーリングは落とし込みなんで、はい、落とし込みって言うと普通印象によるだろうですね、はい、ああ、これは落とし込み、はい、はい、はい、だけどこれやると上半身が折れちゃったり、余計に考えることめちゃくちゃ多いですよね。まっすぐにしないといけないとか、はい、足出さないといけない、手を振らなきゃいけないとか、はい、これ余計な阻害要素が多すぎるから、僕は絞ってて、ここの、はい、ここをボーリングします。あ、ここ前で止めて後ろ足離せるようにしてから、よーい、ドンって言った瞬間にブー倒します。どうしていくの。おー、膝抜きみたいなイメージですか。膝の方、うん、結局伸びるのって膝の方向なんですよ。はい、だ膝が上向いてたらこう伸びちゃうんです。あー、はい、膝が前に向いたらこう伸びるんですよ。それですね、パンチの一種ですね。こうまっすぐに伸びるけど、伸びるようにしたら伸びるけど、はい、方向なんで、この角度が上向いた瞬間こっちに向いちゃう。あー、はいはいはい、だから大事なのはここの角度じゃないです。これ膝だから、ふくらはぎだから、はい、ここなんですよ。ここがしっかり先に前に行ってくれると、この方向が決まってくれる前に、それを足を前にしてる。いや、私まさに SD でそれになっちゃう、はい、上に行っちゃう、そうそうそう、はい、なのでここでしっかり前重心作っといて、はい、その前重心から前にこうキューッと倒れて、ボン。あー、なるほど、すごいわかりやすい。行きますか。さあ、お金持ちガリガリおじさん、アンビションかな。一歩目が綺麗になってる気がする。うまいな、北さん SD うまいな。